はい、415回始めます。415回、眠くなってきた。はい、落とし物と嘘、また嘘の話ですよ。女子大生を誘拐監禁し性的暴行容疑、20歳の男3人逮捕ということで、京都新聞、女子大生を車で誘拐しマンションで監禁し性的暴行を加えたとして京都府警は、1日までにわいせつ目的誘拐と監禁、強制性交、もうてんこ盛りですね。わいせつ目的誘拐と監禁、強制性交の疑いで福岡市と、大阪市の20歳の男3人を逮捕した。いや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 、逮捕容疑は3人が共謀し、5月6日午前1時20分ごろ、京都市新橋区の路上で女子大生、に落とし物してますよと嘘をついて乗用車に乗せ、もう車に引きずり込んで伏見区のマンションに連れ込んで性的暴行し、同日午前4時まで、監禁した疑い、府警は3人の認否を明らかにしていないということで、まあ午前1時20分ごろ車に乗せて、そこから午前4時ぐらいまで、まあ2時間半以上、まあ3時間弱ぐらいですか、監禁誘拐して性的暴行を3人がかり、20歳の男3人がかりで、女性1人、女子大生1人、性的暴行ということで、もうとんでもないやから3人ですね、これね。もう、まあ、本当だから、まあ、とにかくね、午前1時20分頃ですから、マジね、路上で、女子大生が車に連れ込まれたということからあるんで、まあ、本当ね、これ、女性を責める気にもならないですけどね。本当にね、深夜に女性の一人歩きっていうのは、やっぱりそれでも日本でも危ないですよっていうことですね。うん、こういう輩がいるんだわ。で、まだこれ認否明らかにしてないっていうことで、まあ否認してるんでしょう、おそらく。うん。ですんで、まあ名前、20歳の男3人としか出てないですけど、これはね、本当にね、女性からしたら悪夢でしかないですよ。うん、いきなり路上で車に連れ込まれて、そんで3人の男にわいせつ暴行、うん、ですから、これもうその時点で打つてないですよね、これね、強制性交の疑いだから、まあとんでもない。これまあある程度固まったら名前も出てくるんじゃないですか。これはちょっと悪質極まりないですよね。うん、ほんとただのレイプマ、一発実刑でもいいような、ほんと卑劣な犯行だと思います。はい、あの女性の皆さん、本当に何度も言いますけど、こんな男ばっかりですよ。本当に気をつけた方がいい、マジで。ということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。